パンチって本当はかっこいいと思うんだよね。そうなんですか。じゃあなんでご主人はパンチはないの？かっこいいと思うならまずは自分からやったらどうですか？頑張りましょう。松野さんがやるんならばやりましょう。頑張って。